ダニエル・ローゼンフェルド、別名 C418 は、ドイツ生まれのミュージシャン、プロデューサー、サウンドエンジニアである。2011年に、サンドボックスゲームのマインクラフトの制作に携わり、作曲家とサウンドデザイナーとして活躍している。また、ストレンジャーシングス大解剖のテーマを書いて、制作している。ローゼンフェルドは、ソビエト連邦構成共和国の金彩駆使として、 働く父親と旧東ドイツ人の母親の息子。1989年に旧東ドイツ領地で生まれ育った。彼は2000年代初頭に示すトラッカーとエイブルトンライブの初期バージョンで音楽を作成することを学んだ。これは当時の初歩的なツールだった。彼の兄のハリー・ローゼンフェルドがエイブルトンライブを通じて音楽作曲を紹介し、バカでも 音楽をうまく作れるとコメントした。彼の兄は C818 とも呼ばれ、そこから C418 という名前を選び、その名前は本当に不可解であり、何も意味しないと主張した。2007年にローゼンフェルドはブラードシーン AM ミトウォックとして知られている新しい曲を毎週投稿するブログを始めた。彼がゲーム開発とオーディオに興味を持つようになった頃、彼は インディーズゲーム開発フォーラムティグソースに参加し、彼は数多くの小規模なゲーム開発者に関わった。ティグソースでローゼンフェルドはマインクラフトの作者であるマルクス・ペルソンと協力し始め、ローゼンフェルドはペルソンの進行中のビデオゲーム、マインクラフトの音響効果と音楽を担当した。まだ若い Java ゲームのサウンドエンジンはあまり強力ではなかったので、ローゼンフェルドは 音響効果や音楽を作成するアプローチで創造的でなければいけなかった。フリーランスのアーティストとしてローゼンフェルドはマインクラフトの会社であるモージャンの社員ではなかった。ローゼンフェルドはゲーム内のほとんどの音楽の権利を所有している。マインクラフト最初のサウンドトラックマインクラフトボリュームアルファは2011年3月4日に彼のバンドキャンプページで デジタルリリースされた。ほぼ半年後、マインクラフトのドキュメンタリー制作が始まり、マインクラフトザストーリーオブモージャンと題された。C418 は2012年のアルバム1に収録されていた、このドキュメンタリーのサウンドトラック作成を依頼された。2013年11月9日、ローゼンフェルドはマインクラフトボリュームベータというタイトルのマインクラフトの 公式サウンドトラックの2枚目のアルバムをリリースした。新しい曲の多くは音楽の最初のバッジが作成された時には存在しなかったゲームの機能に追加されていた。すなわち、ネザー、またはジエンドのことである。一方、マインクラフト、ボリュームアルファは2015年にゴーストリー、インターナショナルの物理フォーマットでリリースされた。このリリースは アルバムの通常の CD 版、アルバムのデジタルコピーのコードが入ったビニール版、緑色の半透明のビニールで押されたアルバムの限定版で構成されている。ペルソンとローゼンフェルドはマインクラフトの新しいゲームの制作に成功し、DX10C と題して再び協力した。このゲームは発売されず、2013年8月にペルソンは無期限に制作を中止した。 ローゼンフェルドは2014年9月にプロジェクトを担当したアルバムをリリースした。このアルバムはほとんど宣伝されずにデジタル形式でリリースされた。ローゼンフェルドはそれが利用可能であったというツイートを送った。マインクラフトのサウンドトラックに加えてローゼンフェルドは自身の独立した音楽を作曲している。彼は自分のバンドキャンプページで 大量の音楽をリリースしており、そのうちの21枚のアルバムをリリースしている。2008年、ローゼンフェルドは未知の開発者によって作成された未発表のインディーズゲームのサウンドアルバムであるサークルを作成した。彼の初期の音楽の2つの小さなコレクションミキシーズと BPS をリリースした。彼の3枚目のアルバム ズバイトンゴーイスマスは2008年12月16日にリリースされた。2009年、ローゼンフェルドは4枚目のアルバム、ブッシュズマルシメローズをリリースしている。アルバムは、ブラードシノムミトボックと題された彼のブログと関連している。マインクラフトが早期アクセスタイトルとして一般に公開されると、急速に普及した。その時点まで、 組み立てラインで働いていたローゼンフェルドは彼の主要な収入源として音楽を追求することができた。これは彼のアルバムである 72minutes of fame に影響を与えた。このアルバムの内容はローゼンフェルドの生活の中でこのライフスタイルを定義する瞬間を中心に展開している。このアルバムはローゼンフェルドの物理的なリリースが限定された。 作品の中では最初の作品であり、ガーディアンはアンビエントの質のために彼の構成をブライアン・イーノとエリック・サティの構成と比較しました。ローゼンフェルドは2015年に148、ミニッツ・オブ・フェームのような148をリリースした。歌詞やエフェクトの下に隠れていたが、かなりの量の個人的なコンテンツを掲載していた。最近の作品には、 2016年の2 years of f a i l r と2017年の def と2018年の excursions がある。2021年には steam でリリースされたクッキークリッカーの音楽を担当した。ありがとうございます。